韓国消防当局は、ハンガリー・イブタペストのドナウ川で発生した遊覧船沈没事故を受け、救助本部所属の国際救助隊を派遣すると発表した。国際救助隊が水難事故の救助で派遣されるのは、今回が初めて。消防当局は30日午後8時。 国際救助体重2リがアシアナ航空でブタペストに向けて出国すると明かした。これを前に30日午前4時ごろ、ハンガリーブタペストのドナウ川で遊覧船が沈没。韓国人観光客33人が乗船し、そのうち7人が救助されたが、7人の死亡が確認された。また19人が行方不明となり、 現在も救助作業が続いている。